松坂市立焦げ大小学校は、三重県松阪市の市立小学校。2016年5月1日現在の児童数は7、学級85人、教員数は11人。学生発布に伴い、焦げ、大地域には、目電学校、早ヤ、マゼ学校、放電学校の3校が創立した。目電学校の創立時期は不明であるが、早ヤ、マゼ学校は、 大乗寺を校舎として1874年1月に創立し、法殿学校は1875年5月に創立したことが分かっている。目殿学校は1875年4月に横寺学校に改称、法宣院を校舎とした。1880年になると、早、や、まぜ学校から高木学校が分離した。その後、 横地学校と放電学校が1883年4月に統合して、おさむ小学校となり、同年同月に、早やまぜ学校と、高木学校が再度合流して、行動学校となった。おさむ小学校は、北教場を横地に、南教場を放電に置き、行動学校は、第一教場を早うまぜに、第二教場を高木に置いていた。 1884年7月、おさむ小学校と高等学校が統合して、おさむ堂学校が開校した。おさむ堂学校は本校を横地に置き、北文教場、中文教場、南文教場の3つの文教場を設けた。1887年4月に、おさむ堂尋常小学校、1892年4月に、小毛大尋常小学校に改称を経て、 1898年4月に高等科を併設したことから焦げ大神城高等小学校に改称した。焦げ大神城高等小学校にはさらに1910年9月に実業補修科が1926年に青年訓練所が併設された。1941年4月国民学校令により焦げ大国民学校に改称 1947年4月に焦げ大小学校へと校名を改めた。さらに1955年4月に焦げ大村が松阪市に編入されたことで松阪市立焦げ大小学校になった。市立中学校に進学する場合、松阪市立東部中学校に入学する。ありがとうございます。